はい、皆様こんにちは。リヒトドゥンケルハイトでございます。リクに答えて実況プレイ戦国バサラ4三成のドラマルート続けていきたいと思います。さて、前回は神戸さんのところに行ったみたいですね。ちょっと収録のね、間が空いてるんで忘れてるんですけど、僕に話とは何かな、大谷くん。三成とは関係ないところでね、喋ってるっていうね。三成のこと、まあ内容は三成のことだからいいのか。あれでよくこらえてはおるが、今一度主や太閤の言葉が入りようと思えてな。大谷さんの言葉は届かないのか。なるほど、君が言うならばそうなのだろうね。わかった、秀吉へは僕から言っておこう。優しい。やれ、ありがたや。恩に切るぞ賢人よ。大谷君、君は僕のやり方を手ぬるいと思うかい。手ぬるいって。はて、我には何とも。一つ違えば家康君の離反もなかったかもしれない。いや、それはどうだろう。いや、つまらない話だったね。忘れてくれ。まあ、半兵衛さんのストーリーでね、家康が戻る流れはありましたけれども、それは正直秀吉さんのせいだ気がするんで、半兵衛さんはあまりね、気にしなくていいんじゃないですかね。さて、どこ行きましょう。どこ行くっつってましたっけ。忘れましたね。はは。でもここはすげえ行った記憶があるんですよ、三成で。だから青葉城、ここもなんか結構行ってるような気がするしな。でもここだと殺人、でも牙あるやん。でもあそっか、この三成割と育っちゃってるから、そこまで頑張ってやらなくてもいいのかな。でも極みとかつくけどな。まあいいや。なんか多分ここ行ったらムービーありそうな気もせんでもないので。だって戦友は前回昨今だったんですよね。で、大谷さんやったんで、半兵衛さん弱っ弱っ。まあそっか、大谷さんはそんなレベル高くなかったのか。あと、じゃあ今回は半兵衛さんにしましょうか。半兵衛さんストーリーやったのにそんなレベル上がってないね。まあ多分あれだろう、難易度の関係だと思うけど。9か。それなりに。そうだな。じゃあ合成で、多分主力体力ってくっつかなかったっけ。主力体力ってくっつくイメージがあるんですけど、つきますね。これで、ちょっと上げといて、頑丈つけの、あとなんか、つきそうなのは、さらに主力をつけようか。さらに主力をつけようか。早起きもつけときます？多分レベル低いんですぐ倒れそうな気もせんでもないんで。これで、この武器ギザギザやな。で、三成はなんかゲットしたんですか？なんかゲットしてますね。あ、いまいち、あ、痛手は結構、あ、同出！あ、でも、持ってんだっけ？すでに陸道ついてんじゃん。欲しいのは、吸血のあれだな。極みだな。必要なのは。ここにあれがあるの。吸血持ってないっけ？すげえいいんだけどな、これとかな。ちょっと、待ちですね。じゃあ、行きましょう。神君、うおぉ。ちょっとびっくりするな。三成の表情にびっくりするわ。馬レースはしなくていいから、馬レースするとすぐ終わっちゃうからな。すぐ奥行っちゃうから。普通に行きましょう。まあ、特別恩賞がどうとかはありますけど、無視しましょう。結構です。結構です。未来よな。はい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 。あ、上見上げれば正宗さんは見えたかも。よく来たな。はい。ガスピー、なんて。 Welcome to Fortress of Dragon。 あんたは何度這い上がる。フォートレスがわからない。俺ふてぶてしい馬を頼りに追いましょうぞ。正直三成だったら馬いらない可能性もあるんですけど、強行があればね。やらないですけどね。普通に行きまーす。ふぅー、まさむね様殴れてんじゃんこれ。ちょっと待って、まさむね様殴れてんじゃん。あ、締められるんだった。そっか、最初はガッと行った方がよかったな。まあいいや、どうせ回り込めるでしょ。諦めてはなりませぬ。
あちらの橋より迂回を。迂回します。いやもう別にいいんですけど。はい、ふレベルアップした。わー大移動、イエーイ、よいしょ。おっ、ここ取られてんのか。そっか、あのままだとあれだ、あの間違えた。ちょ近くないですか。ここは、はい、ヒッコー。あ、若干早かった。来い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 、よし。ほっ、難しいなタイミングが。もう一回お願いします。はい、あれ、うまくいかないな。もう一発、もう一回、あい、ほっ、オッケー、いった。いやー、ここでちょっと後ろに下がって、うーゴー、うーん、うまいこといかないな。やっぱもう隣のあのミラクルの、ミラクルスーパージャンプはなかなかいかない、うまくいかないですね。何をしてるんだっていうね。あのジンがね、出るタイミングでポーンって飛ぶのが結構楽しかったっていうのを再現したいんですけど、やっぱり狙うと無理だよね。はいはい、どんな気持ちで見上げてんだろうな小十郎は。な、これをな、はい、早くしてください、早くしてください、よし、はい、いいよ。これこれ、ここ残滅でね、ガーンと移動できたら当たってねえじゃないか。あ、全然当たってないっていうね。あれ、通した、通したんだ。すげえ空中にいたから当たってない感じがしたけど、そんなことなかったのか。んあ、秀吉さんが喋ったのか、びっくりした。はーい、がっつりね、戦っていきましょうね。これはここジャンプしてよかったかな。あ、ギリギリ一人のあれだからいけるのかどうかわかんないけど、痛いでーす。あ、ミスった、普通に撃っちゃった、はは。しかも当たっていねえし、なんか知らんけど食らったし。はい、ほっ、うおー、ギリギリギリじゃん、謎のギリじゃん。この辺ってなんかあったっけ。これはルートか、これはルート臭いな。あ、あそこにスズラが、これは上から行くだけか。おーっとー、怖いよーっと。ここは、ここはいけんな。はい、イエーイ、イエーイ。だってこういうのも全部スルーしちゃうしな、生まれやってると。まあ戻ればいい話っちゃそうなんだけど。ヒュー、ふっ、ふー、また心の方が鋭くなってどうするんだろうな、意味わかんねえな。よいしょー、よいしょー。そうだな、できればたくさん切って、最終のあの、なんだっけ、なんだっけ、なんか年月みたいなのを多分切った数で上がるんだと思うんですけど、例えばあそこの、あ、あった、これだな、見えてたのは。フェイ、ちょっと殴るタイミングが遠いしかーい。別にいらなかった。先行だったらカモンだったんだけど、危な。バカな。抜き手すら見えなかった。よくある。よいしょ。居合の使い手系はみんなそんな感じだ。はい。ゴー。あ、惜しいんだけどな、さっきから。ゴー。ほうったい。なんでや。全く一緒だったで、タイミングは。もっかい、もっかい、もっかい。おい。全く一緒なんだけど、でもあれをミリで動、ミリで変えるっていうのはなかなか厳しいぞ。ほっ、ごめん、ちょっと向きが悪かった。ちょっとこの辺、勘弁さんお願いします。あ、うわ、ちょっと、いきなり振り向いた直後は厳しいですよ。お願いします。ちょっと、周りに敵がいすぎてもいいでした。ほい。はい。やべ、やっちゃいそうだ。どの足を引っ張ることだけは。はっ、オッケー、いった。ちょっと親指を振りかぶるようにしてやった、なんとかうまくいきました。やったぜ、ヒェイ。まだしがるがしらなんだけど、ショック、ショックだわ。はっ、なった、なんか急に、急に水谷が叫んでびっくりしたんだけど、わしはよいしょ。決意の重さは変わらねえってことだろ。私を戦いごときで逐一
三成のあれはな、なんかちょっとあれ押しちゃったー、悲しい。じゃあ行きバサラでも放ってみます、こんなところでっていう感じだけども、ずれるずれるずれる、当たった。ふう、はい、何も見えない。ちょっとね、L1R1 の同時押しはね、で発動しちゃうのはちょっとね、ちょっと誤射が多いんだよね。3とかでもあった、あの、あれ、3ではね、あの、L1R1 同時押しはね、扇が発動しちゃってたんですけど、はい、押し、親指をちょっと振りかぶってから押すことによってうまくいくな。まあ、多分次忘れてるでしょうけど、すぐ忘れちゃう。ちょっと目に見えてないけど、この辺で切った数を稼いでいく。よいしょ、300人だったらまだまだだな、もっともっともっと切らせて。よいしょ、あれ移動してない、よいしょよいしょ、ちょい、あ、切りがいのある壁、はい、切ない。あー、敵がいなかった、敵がやばいから。お、レベルアップ。お、しかもあれがいけますね、ギガ、はい、はい、はい、マジでギリア様元気なのに、あれ当たんねえな。おー、あー、これは、あ、そっか、敵倒せばいいよ、敵倒せばもう動かないんだろう、これな。ほっ、ゴー、当たってる、当たってるますね。よし、まあ、こう、小十郎とかをね、これで焼くことができるらしいんですけど。は？は？半兵衛さん、せっかくギガ溜まったのに死んじゃったよ、バカ。よいしょ。そんなところに、私がボヤボヤしてたから悪かったのかな。半兵衛さん、はい、起きて。体力低いからな。もうせっかくギガエキストだったのに、政宗様のところに行くまでは溜めといてくださいよ。まあ、三成と小十郎はないか。思いてえなら思えばいい。だが、俺に恥じるところはねえ。うん、かっこいい。よいしょ。てめえは最後に。ほら。あ、え、え、おい。周りの敵兵のせいで邪魔だな、本当に。ちょっと周りの敵兵に邪魔されるから、ちょっと先に潰しておきましょう。終わったかな？よし。それが何なんだ。うぅぅぅぅ、あ、マジか。おっ、これは結構怖い。うっ、ダメか。うぅぅ、あー、ちょっと後ろを取られてる、後ろを取られない。あ、なんか壊したぞ。よいしょー、はい、じゃい、いけ、斬滅からの切断、空中からの空中、あれ当たってます、空中のこれが当たらねえな、なんでだろうな。あ、早よいしょ、空中がうまく当たらないですね、空中ウックスかな。おや、生き残ってますね、多分生き残ってる臭いセリフだったんですけど。半兵衛さん、たまってない。久しぶりにお前の入れた茶が飲みたくなった。三成は茶入れんの前なのかな。よいしょ、ちょっと周りが歩いては邪魔なの、先になんとかしておきたいですね。 OK かな、ちょっと後ろにいますけどほっとこうか。あ、ごめん、セリフが、お、やっぱりありましたね、久しぶりだな、青と赤いい感じですね。突き屋で行かせてもらうぜ、貴様には刹那の生存も許可しない。刹那ってお前、超ミリの秒なんだけど、無理なんだけど、もうすでに刹那生存してるけど、まあいいや、深く追求しちゃいけないな。あ、受け止めやすそう、あのギザバだと、すげえ受け止めやすそう、政宗様の6層が。いきなり、確か4スメラギンとかは結構あの6層が、いや4があかんかった、なんか6層が結構あいた、きつかったような覚えがあるんだけども、あら
んた自身は気づいてねえみたいだがね、微妙に当たってねえし、私が導く、ちょっと待ってね、半兵衛さんがまずいな。半兵衛さん、できれば、できれば、もうちょいですね。半兵衛さん、来た？来た？来てますね。来てます！来てますってなんだ？うん、まあ、半兵衛さん何度か見たしな。これでやってまうか。ちょっと難易度究極だとやばくなってきてるかもしれない。難しいな。倒しきれてはいない。とりあえずちょっとスコア稼ぎのためにちょっと先に取っておきます。スコアを稼がせてください。よいしょ。ウォーダースしてはないのですね。おらっ、ほっ、空中くっ、見えない。三谷の姿が全く見えない。空中でキャッチするとかっけえな。生きてんじゃん。若干肩の踏みながらだった。いいアングルだ。ちょっと風車もちょっといい感じに見たいけど、まあまあいいや、これで、ね、うん、いいですね。倒れる政宗様を背にする三成、かっこいいよ。私の魂、秀吉様と共にある。若干ぬるい気がせんでもないけど、だから私は時間、動画時間としてはちょうどいいんだよな。まあサクサクと進むのもまあいいことでしょう。このまま行きましょう。急にね、最後のステージとか急に難しくなったりするから。よし、制圧しました。はい、あ、小判しかもらってない。あー、イエス、まあ、イエスじゃなかった、イエスって言っちゃった。秀吉さんもちょっと待って、ちょっと待って、ちょっと待って。次多分ドラマルート入るんじゃないかな。え、あ、ごめん、吹っ飛ばした。これか、あー、やだな。こういうのはラストに、あ、でもラストドラマルートは決まってるんだ。時代が決める。でもここに行くのもやだな。もうちょっといいステージないの。あ、ドラマルートすれば決まってんじゃん、行く場所。ドラマルート、あー、ここかー。ちょっと待って、秀吉さん待って。うん、ここですね。はい、次回からドラマルート突入していきたいと思います。それでは今回ここら辺で切らせていただきます。ご視聴ありがとうございました。